沖縄を取り戻す、日本に取り戻す、それが僕の仕事だ。私は沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後が終わっていないことをよく承知しております。アメリカとの沖縄返還の合意で大きな問題が2つある。核と基地だ。基地から油を垂れ流してるわけさ、アメリカが。その油がこの人に入ってきてるわけよ。俺たちの水だろ、ふざけらんけや。かつてその水の上に人々の営みがあったのね。沖縄の人たちの豊かな生活が。 So I implore you to seriously consider the removal of all nuclear weapons. We are at war in Vietnam right now. ベトナムはアメリカが始めた戦争だ。こっちの知ったこっちゃない。君は態度を改めんか。沖縄は永遠に返還されんぞ。しばらくのんびりしろ。日本の提案は全て協議する。日本人として本土の人間と同じように扱ってもらいたい。生きていたら同じくらいかな。父と母と残されたものはずっと気持ちが晴れない。重く背中にのしかかってる。諦めたら負けだ。